わけで、この間の連休は、まあ、連休っつってもまあ旅行じゃなくてね、いろいろあって金沢に行ってきました。富山出身の僕ですが、金沢行くのっていつ以来だろう。小学校の時の修学旅行以来かな。で、ジョギングしてましたけど、旅先でのね、ジョギング、これ本当におすすめです。観光客じゃなくて地元の人になりきった感覚で、なんつったらいいんだろうな、物の見方が変わる。街を見るっていうの、うわー道路横断用の地下道だとか、うわ金沢の信号うっすとか、観光地を見て回ってるだけじゃ分かんないようなところまで見えてくるし、金沢もうそこ俺の庭だぜ。いやもう本当はそこまでじゃないけどね、正確に言うと分かった風になれるっていうやつ。海外とかだともっと効果的で、セントラルパークをジョギングしてみれば、ニューヨーク、ああ俺の庭だ。セーヌ川のほとりをジョギングしてみれば、ああパリもう俺の庭だぜ。いきなりエセニューヨーカーやなんちゃってパリジャンになれちゃうわけだ。全てを理解するなんてなかなか難しいじゃない。だから分かった風になっておくっていうのは案外大事。仕事でも勉強でもね、それ以外でも、まあ、自分なりの解釈でもう堂々としてればいいのよ。金沢楽しかったね。地下鉄がないのはね、まあ、コンパクトな街だからいいんだけど、コインロッカーがね全然なくてね、めちゃくちゃ大変でした。観光地見て回る人ってさ、荷物持ってらんないじゃない。あれがね、もし地下鉄があればね、地下鉄駅とかがあってコインロッカーがたくさん併設されるのかなとは思いました。富山の事例もあるからね、地下じゃないんだろうな。というわけで今回は分かった風エア金沢通になったつもりの伊藤ちゃんでした。またきっと金沢行くので、おすすめがね、皆さんのおすすめがあるのであれば、こうコメントとかメッセージとかお待ちしております。チャンネル登録よろしくお願いします。